皆さんこんにちは、高橋貴子です。本日はこちらの本をご紹介します。テーブルフォトの撮り方基本ブックということで、こちらはここに書いてあるように料理、ケーキ、雑貨、お花ということで、いわゆるテーブルの上を装飾したりとか、まあ、食事を食べたりとかお料理とか、そういう代表的なものを撮るための基本の技術と撮り方について書かれている本です。で、内容を見ていきますと、写真の撮り方とか考え方とかも書いてありますので、例えばスタイリングの6つのポイントとかですね、あとはテクニックですね、露出補正の話とか、テクニックと実践っていうのがバランスよく書かれている本だと思います。ですので、そのポイントとかを見ながらですね、撮っていくのにいいので、撮り方全体を学ぶのにいい一冊かなって思いますので、気になる方はぜひこちらをお手元に持って写真を撮ってください。